これどうしようかという風にみんなで悩んだんだけど、これやっぱ公開しとかないと後からこう隠蔽しただのなんかこうよくわからん陰謀論など回るので、怒ったことを公開します。カメスタくんが、やらかしまして、YouTube で、まあ、とあるショート動画を作ったんですけど、それが、まあ、人のネタと同じのをパクったんだったらまだしも、そのトレースみたいなことをしてたのよ、動画の。わかる？動画のトレース。パクリとかいうレベルじゃなくて、例えば、こういう動画があったとしよう。歩いてる最中に、こうやって、木をこうやって置く動画があったと。そしたら、全く同じ構図で、こうして、こう撮ってるみたいな。わかる？言ってること。なんて言うんだろう。もう動きから、構図から、すべてをトレースしてる動画を作って、それが、パクリとかじゃない。俺らがよくやってる、あれさんのパクリとか、そういうレベルじゃなくて、セリフまでもうほぼ全部一緒みたいな。その、しかも、その悪いのが、モッドの解説系だから、建築しりとり、赤髪のトモさんがやってたからやろうぜ、みたいな、そういうレベルじゃない。セリフも構成もタイミングも、丸っきし、ビタ1ミリ全部一緒みたいな。こう、アドミンと話したんだけど、これむしろこれする方が辛くねみたいな。字幕のタイミングもすべて一緒。だから、どうやってあれ作ったと思う、アドミン。なんか、あれめっちゃ難しくない？あれ。動画重ねたのかな多分。一回ダウンロードしてトレス、同じレイヤーに作ったのかね多分。で、まあまあ、それが問題になって、相手の人がそんな登録者多い人じゃないから、こう、大ごとというか、その名前が出ちゃうとやばいから、名前を出さないでくださいみたいな感じっぽいのね、どうやら。だから、その、これを詮索したりとかはみんなしないでほしいんだけど、内容を。どの動画だとかは詮索しないでほしいんだけど、まあそういうことがあった。だから、いや、これ伏せとこうかなっていうのはその点なのね。その、まあ相手いる話だからみたいな。ただ、とはいえ、まあちょっと名前を伏せてるのと、その人の名前一切出てないんで、皆さんももしなんかこれだって思ったのがあってもちょっと伏せといてください。で、まあそれがあったから、まあ言わない方がいいかなみたいな話をしてました。で、まあ別に、まあちょっとその一やらかしぐらいだったら、まあ正直ミーム動画みたいなのをやってる人もいるし、まあまあまあもうそれやめとけよお前、ちゃんと相手に謝れで終わりなんだけど、あまりにもやらかしすぎてるんだよ。それだけだったら別に相手が怒ったらやばいからちゃんと謝りなよみたいなので、まあ終わりの話なんだよ正直。まあ相手にちゃんと和解してねみたいな、相手が怒り続けてんだったらやばいけどみたいな感じなんだけど、亀下くんはもうずーっと問題起こし続けてて、でしかもその問題の内容が自分が管理しきれなくなりそうなことをやっちゃうみたいな。そう、自分が管理できないことをやっちゃって、で、トラブルを起こすみたいなことをやってて、この前の、動画でも、沼ラボとかでやめといた方がいいんじゃないってことをやってたりとか、そういうことをやってると。だから、もう YouTube を、とりあえず自粛したりしたら、みたいな。もう問題起こるし、大変なことになっちゃうかもしんないし、まあ、そもそも、亀下くん本業もあるわけだし、YouTube ですごい大炎上したりとかしたら本業に響く可能性だってあるわけだし、っていう風な話を、まあ、したんですよ。で、まあ、あれな話、まあ、ここ最近ちょっと俺、体調も悪くて、もうなんか色々決めたりとかするのも、なんか正直あまりしたくないし、色々大変なことがまあ最近あるんですよ。色々なんかこう決断したりとかするのが、ちょっと難しいし、あと動画とかも撮らなきゃいけないのが、全然動画を撮る仕事の方に手が回ってないみたいな感じだから、ちょっと一旦、その、どうするとか、亀さんが今後どうするとか抜きにして、とりあえずちょっと1ヶ月休止っていうか、なんかちょっと YouTube やめといてくれないみたいな。1ヶ月じゃないかもしんないし、2週間後かもしんないけど、最大1ヶ月、ちょっとやめてどうするか考えたいっていう。危ないし、この YouTube やらせ続けるのも亀さんくんに、正直。50人クラフト自体では別に、そのバンするとか全くないし、どうでもいいんだけど、ただ、亀さんくん的には、まあそれが耐えられないって感じなんだよね、多分。っていうことが起きました。なんかよくわかんないっす。どうしたいのかなっていう。耐えられないらしいって悩んでるらしいっていうところのフェーズで止まってる。もしかしたら今もしかしたら結論が何か出たのかもしれない。何が悪いかはわかってるっぽい。YouTube なんで、一回休んだ方がいいかってわかってるって言ったら、またやらかすからっていうところはわかってるっぽい。くんの苦労なの知った俺、トラブルが起きるって予告されても、それでもそう。俺が、例えばまあなんだろう、亀瀬くんが超やらかして、俺が代わりに謝罪に行ったりする可能性があるけど、それでもやりたいですかって言ったら、今は知らないけど、亀瀬くんがやりたいらしいんだよ、YouTube が。それでも。S でいいのかな、亀瀬くん、それは。今のところは。変わった発想は。YouTube やりたい。くんさんに迷惑かかっちゃう。どうしよう。
ディスコでそんな感じだったっけ。みんなちょっとリスナーに語りかけてます。これは俺どうしよう。みんなどうしたらいい。みんなどうする。これこっちのセリフだよ。いやどうする、どうしたい。僕はよくわかんないっすね。どうしたらいいんだ、亀下くん。亀下くん、どうする?どうしたいか、ちょっと決めてくれ。俺には、ちょっと、ダメだ。ちょっと、わかんないわ。どうしたい?いいぞ。どうしたいか、言ってもらって。YouTube を、休んだ方が、いいと思ってんの、俺は。マジで危ないから、YouTube、その、間違っちゃうと。亀下くんのリアルあるから、これ、のしゃしゃとかじゃないんだよ。リアルがあるんだよ。のちゃちゃとか小太郎とかがやらかすのとわけが違うから、マジで本当に。リアルがないんだったら、まあ、行くところまで行ってやるぜみたいなのもありなのかもしんないけど、リアルがあるわけじゃん。だ、やばくないっていう。例えばだけどさ、なんか燃えまくってさ、亀下くんのリアルを知ってるさ、友達とかがさ、亀下くんって喋り方が特徴的だからさ、友達とかがさ、あ、これってこいつだよみたいなことさ、書き込んだりしてさ、それでなんか自分の会社にさ、ここ就職したよこいつとかって言って、自分の会社に伝統とか来たらどうすんの、だって。だから、YouTube をやめた方がいいよって言ってんのに、そもそも。それがないとマジで食ってけねえっすとかだったら、なんかじゃあ、YouTube をやってとかいろいろあるかもしんないけど、もうめちゃくちゃこう、例えばお金をかけるとかね、自分以外にもう一人雇って、ファクトチェックしてもらうとか、自分以外にマネージャーを雇ってやるとかはあるかもしんないけど、別に、そういうわけじゃないじゃん。それで、こう、食いつないでいってるわけじゃないんだったら、会社の人は亀下って知ってる?火が足元焼いてるよ!お前!お前の足、もう焼けてる!あっち燃えてない、対岸の火事じゃない、お前の足元燃えてるで!こいつ本当にやめた方がいいって、マジで。本当に。伝えてること知ってるから頑張ってラボ勢が表に出さないようにしてたんだよ。あのさ、これ、ひどいなって思ったことがあって、ヒデがさっきディスコードで言ってたこと勝手に言うんだけど、ヒデが DM とかで、なんで亀下の件を表で言うんですか?裏に伏せといてあげないとかわいそうですって言って、亀下キッズにからとつられたんだって、DM で。え、でも、表で出さないようにしてたのって、今まで表に出して ないのになんで今更言うんですかっていうのは、今まで表に出してなかったのは、亀下が、その仕事の人にもバレてるから表に出したらやばいだろうなと思ってヒデは言ってあげなかっただけなんですよ。実際のところは。でも、もういい加減やばすぎるってなって、もう言っちゃってるけど、亀下くん、一部、やめときますか。もう、ちょっと。やめといた方がいいと思いますよ、マジで。マジで、本当にやめとけ、マジで。人生かけるほどのものじゃないって、亀下くんの。本当にやめた方がいいよ。マジでやめた方がいい。最大限強い言葉で非難する、マジで。これ、最大限強い言葉で非難する。本当にやめた方がいい。そう、バカッターと同じ。俺 YouTube やってて、もう10年ぐらい経つけど、10年ぐらいやってる、亀下くんはまだ1年ぐらいしかやってないけど、10年ぐらいやってる先輩が言うけど、亀下くん本当にやめといた方がいい。やるんだったら、マネージャー、ガチの、父さんみたいなマネージャーみたいな一人雇って、するべき。やるんだ。でもそこまでの稼ぎはないし、そこまでやろうとしてるわけじゃないわけじゃん。マネージャーとかしっかりいるんだったら、多分やってもいいような気はする。ちなみに俺はさすがにマネージャーみたいなぐらいな感じのことはさすがにちょっと厳しい。そこまでケツ拭いて、コンサルしてくってのは、ちょっとさすがにちょっと無理だわ、俺は。そんなん参加勢の誰にも無理。そこまでケツ持てない。何か言ってくれ。ふんさん、ごめんなさい。いや、大丈夫、亀下。謝罪じゃないから大丈夫、別に。俺別に本当謝ってほしいとか全然本当に思ってない。そこは。亀下に怒ってて謝ってほしいとかは全く本当にない。そこは心配しないでいい。怒ってないから大丈夫だよ。謝ってほしいとか、筋通してほしいとかは本当全然なくて、やめた方がいいっていう風な話を説得してる、今。少なくともちょっと考えた方がいい。今決断できなくても、どうしたいかと、今亀下が本音でどうしたいかと、とかを話した方がちゃんといいと思う。YouTube またいつかできるようにいい行いをする。いや、罰じゃないんだよな。難しい。罰じゃない。いや、亀下くん、これ、懲役刑じゃないんだよ、別にこれは。違うんだって。そうか、分かってないか。一個ずつやってった方がいいな、これ。亀下くんは、YouTube をすると、
大事故が起きる可能性が他の人と比べてかなり高い。これはわかる。これは理解した。 Yes or not で Yes。 カメスタくんはノジャジャやコタロウ、ディーディー、ヒマジンと違ってリアルがある。仕事、社会で働いてる。わかるか。で、そのリアルではカメスタくんのお父さんとかお母さん、ごめん、いるかわからないけど、その保護者の人とかが一生懸命働いてカメスタくんを育てて大学に行かせて、結果カメスタくんは就職できました。教育の結果で、それは YouTube よりもはるかに価値のあるものです。時間がかかってるから。なぜならそれはわかる。 YouTube よりもリアルのは価値のあるっていうこと。それはわかる。今のカメスタくんのリアルで持ってるものは Yes。 じゃあ YouTube をやってしまうとリスクが高いからカメスタくんのリアルに被害が及んでしまうかもしれない。可能性がめちゃくちゃ高い。これは YouTube を10年間ぐらいやってる俺も言ってるし、社会人のヒデとか菩薩とかも言ってる。それはわかる。リスクがあるから危険なことをしている。わかる。イエスかノーか。もう一度、カメスタくんは YouTube をすることでリアルがめちゃくちゃ危険になる。イエスかノーか。わかる。そう、イエスかかるよね。じゃあ YouTube をやるべきではないっていうことはわかる。イエスかノーか。はい、じゃあ YouTube はもうやめとこっか。そうだね。はい、じゃあ結論出ました。はい、 YouTube は神様がやめるということらしいです。お疲れ様でした。まあ残念だけど、まあそうだね。はい、その方が多分いいと思うよ。はい、まあ英断だね、よく決断できたね。はい、またいつかできる、まあそうだね、まあ信用ができる人だったらまあできる日が来るのかもね。わかんないけど、神様くんは納得した、不満だな、おかしいなとか、これは違うんじゃないかなって思うことが今あったら絶対今言った方がいいと思う。それは違うとか、これはおかしいなとか、これはやっぱり変だって思うことがあったら今絶対言った方がいいと思う。クンラボも失った、 YouTube も失う、一体これから…てんてんてん。ふふふふ、ん、うーん、うーん、うーん、カメスタくん的にはどうして失ったと思う？まあ甘すぎた。まあそれだけじゃないんだよな。というかそれは末端の話であって枝なんじゃないんだけど、どうやったら理解できるのか。まあ単純に俺はなんかクンラボも失ったし YouTube も失ったって言って、これから他に何があるんだっていう言葉が出るのは俺は悲しいね。あなた参加型参加してるから一緒に遊べてんじゃんっていう、一緒にみんなで楽しく遊んでるコミュニティを俺はバンするとか一言も言ってないからのに、それが出てこないのは俺は非常に悲しかったね。はい、ごめんなさい。いや、謝罪を求めてないから大丈夫だよ。夫の力でどこまでやれるのかが試したい。50人クラフトではできた。あ、それがやりたいことなんだ。やるってのは何をするってことなの、やれるかっていうのは。まあ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 、聞こう、聞きましょう。カメさんが俺は大丈夫だよ、聞くよ。カメさん多分質問飛んだ。カメさんが別の質問した方がいい？分かんなくなった？混乱した？もう50人クラスではすごい人ではなくなってしまった。いや、すごいよ。いや、それ意味は違うかもしれない。いや、すごいはすごいよ。すごいよ、多分めっちゃすごい。いや、それは亀さんがすごいから大丈夫。それは多分みんな言うと思う。すごいよ。大丈夫、そこは大丈夫。それは大丈夫だよ。それは大丈夫。それはすごいから、別にそれはいいと思うよ。だから YouTube ですごい人になりたかった。50人クラフトでは尊敬されないから、YouTube では、ちょっと待って、みんなちょっと、これね、混乱しだすから、ちょっと一回ストップして。チャット。50人クラフトでは、すごい人の定義って何？ 50 人クラフトですごい人5人いて、どういう人がすごい人だと思ってんの、カメスタ君の中で。あー。マルさん？ 50 人クラフト扱いなの？あー。YouTube の登録者が多いか技術者かどっちかってことか。
それ50人クラフトですごい人っていうのはそういうことなんだ。暇人とかジャストロとかは？アーケンとか暇人、ジャストロ、アーケン、ゴリラビとか下沢とかは？サキちゃんとかでもいいよ。あー、いや暇人、いや、やっぱそうなんだ。サキちゃんはどう思う？あー、目指してる人じゃない。なるほどね、そういうことか。なんとなくなんか亀沢くんの考えてることが見えてきたな。さきちゃんって企画とかを結構たくさん書いてるし、企画のディスコードのやつを貼ったりとかしたりとか、くんさんの動画で求められる役割をやってるんだよね。鈴木姉さんとかもそうなんだけど、これゴリラビとかもそうなんだけど、本当はさきちゃんはこう見られたいとかじゃなくて、動画上で何が面白いかってのを考えた上で、ちょっと年齢上の沼っぽい女みたいな感じの風な立ち位置で いるんだよ、あの人って。こう多分それって若干、あるはずなんだよね。もうこうしたいとか、こう見られたいとか、人って。だけどそれを抑えてるというか、それよりも、多分優先してる感じなんだよ。だから50人からの企画に貢献してるのね。ゴリラビとかもそうだし、アーケンとかもそうだし、暇人とかもそうなのよ。別々のベクトルだけど。亀下くんの多分すごいっていうベクトルは多分違うんだな。なるほど。亀下くん、じゃあ、なんか認識は分かったんだけど、動画に沼ラボの企画とか動画になってるし、沼ラボじゃなくても亀下くんってちょっとおかしい人なんだよね。亀下くんって普通より、それはなんとなく分かってるでしょ。だから動画に貢献はできてんのよ別に、ま、ちなみにだから若干くんが優しくはなってるんだけど、動画に貢献してるから。例えばこれアスペルガーが同じことやってみ、もう即死やで、こいつがやったら。こいつが今やってたら即死。亀下くんが自己顕示とかを主眼に置くんだったら、多分ギャップに耐えられなくなると思うんだよね。なんか YouTube をなんかやめる選択でいいっていう風に亀下くん言ったけど、コウタンが自分、同じ Discord でいるコウタンが YouTube の話をちょろっとしたりとか、コウタンがその YouTube の登録者が今20万人行きましたとかってやってたりとか、暇人が今の亀下くんの登録者を超えたりとかをしたりするときに、亀下くんって多分納得できなくなるようなこともあるかもしれないんだよ。でも亀下くんはこう、今さっきやめますわみたいな、確かにその通りだって言って納得してたけど、納得したっていう気持ちは覚えといてね。後で後悔しだしても、あなた今納得したから、それを忘れないようにしといてね。ヒロイックな気持ちで、なんか言っちゃって、後々になって、いや違う、本当は違って、みたいな。本当は違って、そうじゃなくて、こうしたかったんですよね、みたいなことを思い始めて、例えばなんか今、亀下くんが、話してる最中にフェイクボックスとかアドミンとかが強いこと言ったけど、あいつらのせいだみたいな風に、動画上の演出だったのにとか、そういうのは思わないでちゃんと決断してほしいのね。だからもう一回翻してもいいんだけど、本当に YouTube をそのやめるっていうのを理解して本当に大丈夫？期限が欲しい。ん？ What？ 期限って何の期限？俺聞いて正解だっただろ今の。何の期限？ちょっとみんなちょっと静かにしてていいよ。混乱するから。YouTube を復活できるまでの期限が欲しいです。亀下くんもう一回説明すると、みんなちょっと一回黙っておいてくれ。ちょっと言い方変え、どうやったらいいんだろうな。これは罰じゃないってのを理解してる？ YouTube やめた方がいいっていうのは罰だと思ってる。イエスかノーの他で。罰ではないけど、私の中では罰。なるほど。はひふへほーだな。多分、罰の国語的定義が俺らと違いそうな気がするな。ゴリラビのちょっと答えてもらっていい？罰という言葉の意味は、亀下が悪いことをしたので、その代わりに YouTube を禁止しますっていう意味で、今回はそういうわけじゃないってことは理解できてる？亀下が悪いことをしたから YouTube を禁止しますって言ってるわけじゃないってことは分かってる？今の認識は過去に対しての判断じゃなくて、これからの予測に対しての判断ということ。何？勘とか、なんかそれ。罪と罰とか読んだ方がいい？ドストエフスキーでも読む？哲学モードか？まあでもさ、俺ちょっと思ったんだよ。今、リスナーなんて言ってんのかなと思って、ツイッターで亀下でサーチしたらさ、こういうやついるんだよ。亀下 YouTube やめさせられるのかわいそうって言ったやついるんだよ。これキッズじゃないんだよ。こいつのツイッター見たらさ、こいつ、なんかカラオケでテキーラ飲んだってツイートしててさ、なんかだから成人でもこういう認識のやつっているから、なんか成人でもこういう認識しかできない、こう認知のギャップみたいのがある人間っているから、多分、やっぱり難しいんだな、やっぱ理解をさせるのは。カメスタは罰ではないということを認識している。今まで犯した罪に対しての判断でなく、これから犯す罪への予想に対しての判断。
あー、じゃあ罰ではないことは認識してるんだ。それならいいのか。 OK、 じゃあそこは取り違えてないんだね。だから亀下くんにいつまで YouTube をやめなさいとかっていうのは俺は言わないんだよ。なぜかというと罰を与えてるわけではなくて、亀下くんは YouTube をやると亀下くんの中の人の人生にとってマイナスだからやめた方がいいですよって言ってるから、いつじゃあ俺が許可しますとかはないんだよね。そういう行為自体が、俺が許可すとかいうのってできないんだよ。もう一個言いたいのが、俺が亀下にゴーサインを出すのは無理かも。そんな責任持てない。リアル壊れそうなことをやってる人だから、そんなさすがに亀下くんにゴーを出せないと思うよ、俺多分。それでやらかしたら俺の亀下くんにゴーを出した俺のなんかこう、落ち度みたいになってしまうから、俺はゴーって言えないよ、それは。しかも亀下を殺すゴーになるから。そう、なんでこんなに話してるかというと、亀下くんが理解した上でやめないと意味がないからなんだよね、これ。ゴリラビ、エグザクトリーイエス、ゴリラビです。罰であるなら犯した罪の重さに応じて YouTube 禁止期間を定めることができるけど、今回はそうでないので期限は定められません。それは理解した。イエスかノーかでいいよ。理解はできない。いつか信頼を取り戻し普通の人間になり、そしてその希望に向かって努力をしたい。ごめん。期間を定めることはできないという事実を理解した?理解できない。罰ではあると思ってるってこと?ちょっと多分、亀下くんのアンサーが多分ずれてる。このゴリラビの罰であるなら、犯した罪の重さに応じて YouTube 禁止期間を定めることができるけど、今回そうでないので期限は定められません。これは理解した。この文章自体。この文章での通りであることは理解した。だから期限を定めることができないという状態にあることは理解した。あ、ここから亀下くんに話してるわけじゃないからね。今言う話は。なんで俺が何とも言ってるかっていうと、これでもし、じゃあ亀下くん信頼できるようになったらいいんじゃないって言っちゃうと、亀下くん多分絶対何度も俺に、いいですかいいですかって聞いて、で、俺が、いや、それダメだよって言うたびに亀下視点だと、くんは亀下が YouTube をできないように、妨害してるっていう風に多分思い始めてしまうから、こんなに悪いこと何もしてないのに、くんは無限にこう亀下の YouTube を妨害しているんだみたいな風に、こう言い続けてくるのが、目に見えてるから俺は何度も言ってます。俺が何度も言ってるのはそういうことです。そのゴリラビの文章のところは理解したか教えてほしい。Yes or not で。罪は出来事、選択に応じて生まれた。私は信頼を削ったのに YouTube ができなくなった。じゃあ信頼を取り戻す手段が欲しいです。難しいな。ちょっと待って。亀下くん、亀下くん料理とかする?何の話だと思うかもしれないけど、全然違う話まで聞いて。料理するのってさ、肉とかをさ、包丁でバンバン切ったりするじゃん。で、亀下くんの今の状態を言うと、亀下くんは、左手がないことを理解してないんだよ、今。亀下くんは今、左手がない状態なのよ。左手は生えてこないの。亀下くんは右手しかない状態で包丁バコバコやってんの。左手があると思ったまま。周りにいるくんさんは、おい、亀下それ危ないってって言ってるけど、亀下は、いや、左手あると思って切ってるのね。でも、みんなはないって言ってんのよ。で、実際ないのよ。じゃあ、言い換えるよ。じゃあ、今の例え話だけど、言い換えるよ。亀下くんは、YouTube を問題を起こさずにやる能力がないのよ。それはおそらく亀下くんが努力によって得られるものではなくて、元来の本来の性質の話なの。亀下くんは持っていて努力で向上できると思うけど、それは亀下が得られるものじゃないのよ。じゃあ、もう一個亀下くんが可能性があるのは、すべて今やってる仕事を辞める。亀下くんが。亀下くんリアルの仕事をすべて辞めて、YouTube 一本でやってきます。で、マネージャーもつけます。っていうんだったら俺は、ああまあ頑張ったらいいんじゃないっていう風に言うかもしれない。ただ、亀下くんはそれはしないわけじゃん。やめるなよ、仕事。あと、試しの、例えの話だけど。だから、YouTube って、いろんな才能が必要なのよ。デポン YouTube できない。当たり前だよね。話すのわけわかんないし。それはデポンには向いてないからなんだよ。努力でどうにかなるものじゃない。亀下くんも、努力で YouTube で問題なく炎上なくやっていける能力は亀下くんにはないのよ。それは今回の一時で言ってるわけじゃなくて、亀下くんのそばには幸運なことに大人が多いんだよね。ヒデとか、ヒデ亀下に強く当たるけど大人なのよ、一応大人だし、いろんな人を見てんのよ。社会に出て同級生しか見たことない学生とかじゃないんだよ。デデとかもそう、菩薩もそう、そういうみんな大人が、あと俺ももう32だけど、大人が言ってるけど、 YouTube を亀下くん一人でやるのは難しいんだよ。もうはっきり言わせてもらうと、 YouTube やめたらもう再開とかは、亀下くんが誰か人を雇って本格的に
もうリアルも全部捨ててそれに打ち込みますっていう限り俺はしない方がいいと思う。亀下くんが YouTube やるには間違いなく一人じゃ無理、絶対に問題を起こして大変なことになるから、一人で亀下くんが続けるのは能力がないから不可能だと思う。だから亀下くんがどうやって信頼を取り戻そうとかじゃなくて、亀下くんは能力がない、左手がない状態で一生懸命切ってる左手、本人はあると思ってるけど、努力じゃ左手は生えてこない、努力じゃ伸びない部分が亀下くんには足りないんだよね。ここまでは納得したかは別として理解はした、言ってることのその通りだから、そうです分かりました、この話終わらせて大丈夫ですとかじゃなくて、理解はした、言ってることの、あ、 OKOK 理解はしたのね、 OK。 じゃあ亀下くんのやる道は2つ多分あるんで、大きく分けて1つ目が YouTube を本気でやる、本気でやるんだったら、ただ俺は誰かマネージャーを絶対につけるべきだと思う、大人のマネージャー、適当にその辺のやつにリスナーに、はいマネージャーごっこみたいなんじゃなくて、ちゃんと雇ってしっかり成人した YouTube での業界経験がある人を雇うべき、雇った上で今の仕事を辞めてそれにも打ち込んでしっかりやっていくと、マネージメント能力ある人を雇って、だったら俺はあーまあそれだったらまあ応援するわっていう風になる。2つ目にもう一個道があるんだよ亀下くん、 YouTube だけが人生というか価値の喪失するものじゃないんだよ。亀下くんは多分今までうまくいってきたことが多分いくつかあって、プログラミングの能力ってもうそうなんだけど、 YouTube 亀下くん割と自分の中でうまくいったことの一つに入ってると思うんだよ、人生の中でね、人生の中で自分のうまくいったの部分の YouTube っていう風なのがあるから失ってしまうことがすごく怖いと思うんだよ。でも亀下くんには別に YouTube だけではないから、スキルが別に今プログラミングとかのスキルもあるし、逆に YouTube のできたってことは他のことができる可能性もあるし、亀下がまだ22とか3とかぐらいなんだから、まだまだ他にできることがあるはずなんだよ。今できる範囲内の自分が大丈夫な範囲内でこのインターネットの50人クラフトっていう中でできることを自分がやってみる。例えば文と、まあ配信とかはしないけど、まあ、文と話しながらプラグインを作ってみるとかで、それでくんのチャンネルで公開されて亀下が作ったって言って活躍してもいいし、亀下が普通に企画の中でコマンドを作ってなんかするのもいい、そういう活躍の仕方はあるよね。だからどっちかの選択肢しかないと思う、本気で YouTube やるのか、それとも何か別の何かを探すみたいな、自分の中のまだ YouTube とかだけじゃないから、やるんだったらしっかり亀下くん以外の人の力を借りてやんないとまずい。別にそれ今決める話じゃないけど、亀下が納得できなくても今決める話じゃないけど、やっていかなきゃいけないことだなって感じだと思うよ。理解したらそれで別に納得とかじゃないから。あ、ちなみにこれ配信で、普通だったら配信で話さないんですけど、こういうのも全部配信とか動画は分かんないけど、隠さずに言っていかないと、なんかこう、ラボがなんか亀下をなんかこう、打ちのめしたみたいになってしまうんで、もう全部出してます今。理解は しました、とりあえず。亀下くんの置かれてる状況は。悲しいことだし、もったいないことかもしんないし、まあ、どっちかだと思うよ。ここまでを踏まえて、どうするかっていうのをちょっと話してほしいかも。どうするかっていうののお話できればチャットしてほしいかな。亀下くん、待ってるよ、今。待ってる時間ですよ。亀下くん、マイクラで掘ってる場合じゃないっすよ。ごめんなさいじゃなくて、謝罪は求めてない、別にもう。今混乱中か。まあ、とりあえずまあ、もう一回寝て考えろ、一回。今何も出さんでいい。とりあえず理解したな、話は。疑問点はあるか、それを言ってくれ。疑問点があれば言ってくれ。ないんだったら別に。現状ないっていうのでもいいよ。YouTube してる社会人、それは亀下くん、今考える話じゃない。なんか他になんかこう、まあいいな、ないってことだな、じゃあ。とりあえず俺に疑問はないってことだな。今そこじゃない、別に。それは別に亀下くん今決める話じゃないということで、まあそうだな、ということで、続報を待て、じじい。